はい。今回はですね、まあ、久々にと言いますかね、えー、まあ、ノアコインに関することを中心とした記事が見えましたんで、えー、お届けしようかと。お届けというか、これ読むだけですけど、私はあの、これを朗読するだけでございます。私の主観感想は今回はあんまり入んないですね。 それでは読まさせていただきますノアアークコインについてです。証券会が新刊した仮想通貨集団の上場企業買収業店の内幕ということですよね。6月14日の7時に配信されています。ビートホールディングスの旧社名はあ進化ファイナンス。 ネットバブルの崩壊で東証マザーズが株価低迷と欧米企業の撤退に悩んでいただき中国の急成長に目をつけた当時の東証理事長が中国国営通信新華社と資本提携、新華ブランドを社名につけることを許された新華ファイナンスを誘致し、えー、04年10月 中国系第1号として上場させたとありますね。だが、内実はお寒い限り、香港を拠点に中国の金融情報を配信するのが目的だったが、創業メンバーの米国人経営者らが11年詐欺行為などの容疑で起訴され、米国で有罪判決を受けた。経営人は、経営権は中国人経営者に移り、現在に至るが、2期前が8.8億円の売上で3.3億円の経常欠損。 前期が11.5億円の売り上げで2.8億円の経常、えー、欠損と芳しくない業績不振で投資家にも金融機関にも相手にされない企業は時価総額が低くして筋や裏上場を狙う勢力に目をつけられやすいという意味で箱企業と呼ばれるうんビートホールディングスはまさにそんな状態で東証二部に浮遊しているところ怪しい仮想通貨集団に狙われた 証券金融市場は IT の長足の進歩とグローバル化によってオープンでクリーンな環境を高めているが、粉飾決算や不誠実な IR といった問題は絶えず、人の寝首をかこうとする人間がたむろする鉄火場であるという本質は変わらない。今、資本市場の中でそんな連中が群がっているのが仮想通貨や i c o という、えー、進化が誰にも確認できない世界である。今回、 ノアコイングループとビートホールディングスが結びつくのは、資本市場が抱える根源的な問題を提示するとと,ともに、先端的な実験でもあり、注目に値する。規制を嫌い、日本での登録を避け、海外で上場した仮想通貨が、日本の投資家を相手に日本の企業に資本を注入する役割の証券市場に生息することが許されるのか 箱企業を買収、思いつきのような夢を語り、いい加減なアナウンスを繰り返し、株価を高騰させて売り抜けるのは、資本のハイエナと呼ばれる指定集団の上等手段だった。ノアコイングループはそんな連中とは一線を画し、フィリピンの貧困を救うという使命を果たすのか え、仮想通貨全体の信用に関わるプロジェクトが進行しているということですね。まあ、この記事を見てね、どういうふうにお感じになったかということですけども、一つの見方としてはですね、まあ、昔そうやってしてっていうのがいたんですよね。ある一定の上場、もしくは株式が上がるよ、上がるよというニュースをどん,どん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 乱発してですね、乱発して多くの方が見込み買いをした後に売り抜けるということを繰り返すわけなんですけども、えー、ここに書かれているのは、あの、ノアコインですよね。 ここを運営する会社がどうも、もうこの、まあ、な何て言いますかね、言ってみれば上場はしたんだけども、使い物にならなくなった、もうこうやってね、いろんな問題が起きて、信用を失った会社がぶら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 浮いてたものを、上場配信もならず浮いてたものを買い取って、きれいさっぱりにして、えー、ノア・ゴイングループと結びつけたと。 うんだからもしかしたらこれは指定のやり方なんじゃないかなっていうことをこの記事で紹介しているということなんですけども、まあ、若干ね、ね悪意を持って書かれたところがあると思うんですけどもやっぱりこれがねでも逆にですねこういう形で死にそうな上場企業を暗号通貨という勢力が回復させるって。 一つの例にもなるんではないかというふうにも取れるわけなんですよね。まあ皆さんはどういうふうにこの記事を見て感じになったかということなんですよ。ノアコインを持たれてる方も、ノア、持たれてない方も、こういった暗号通貨と浮遊している、もう死亡寸前っていうんですかね。うん、使い物にならなくなった上場企業。と言っても言ったらね、この会社にちょっと失礼、失礼かもしれないですけどもね。えー、まあそういった形で、 今ね、いろんな会社があって、会社を売買するみたいなね、私が幼い頃には考えられなかったことがあります。ペーパーカンパニーっていうのもありますし、いろんな問題で経営がうまくいかなくなって、売るに売れないっていう企業を、株式会社、上場してる会社が欲しいというところが、今まではちょっとね、なかったんですけども、暗号通貨というものと、株式会社。 上場企業ってものを結びつけたら、一つの、う一つのね、夢が見れるんではないかと。うまくいくんではないか。逆転の活路が見出せるんではないかという考え方と、そういうふうにして、えー、まあ、上場企業なら何でも人は飛びつくから、適当な上場企業と、適当な暗号通貨を組み合わせて、市場を錯覚させてですね、それでうまく売り抜けちゃおうっていうふうに考えてるんではないかなっていうふうに悪意を持って、こうやってね、見ることもできるということですね。ですから、 まとめますとですね、一つの情報に対して、そこからどう感じるのか、何を抜き出すのか、どんなことを無視していくのか、要するに受信力が一人一人に、まあ、求められているわけなんですよね。まあ、それをお自分でね、鍛えていかない限りは、投資で成功することはできないということなんでしょうかね。さあ、本日はこんな形で、まあ、ノアコインのことはね、ざっくーっと出てこなかったんですけども、うん、まあ、 ちょっと期待したよりもいまいち伸びが悪いかなっていうことと、ノアコインに関しましては全然ね、そのトークンが配布されてないよっていう例もあって、まあ私もね、なんかノアコイン買ったんですけども、届いてないことは届いてないんですよ。<laughs> まあもうね、忘れましたけどね、たまに思い出すんですよ。そういえばノアコインもらってないな、みたいなね。<laughs> これはどうなんだろうと思いながら、今に至るんですけども、まあそのうちもらえるでしょうと。 のんびり構えてるわけなんですけどもね。えー、皆さんも、こうやって投資事っていうのは自分で判断するわけですから、誰かが言ったとか、誰かが買ったからとかっていうのことではなくって、えー、なんでなのかと。なんでそこに投資する意義があったのかとか、いくらまでだったら惜しくないのかってことを考えながらやらないといけないですよね。うん、まあだから、あのー、上場して値段が上がらなかったから、いきなり、それまで信じていた一定の IC を詐欺だなんだとか言って、被害者ずらするのは、まどうかなと。 思いますよねまあでも被害者に見えちゃいますよねえー、まあノアコインのことに関しましてはねやっぱり話題な分だけにいろんな意見があります、えー、本当にこれからどういうふうになっていくのかね非常に楽しみなんでそういうところもオフ会でお話し合えたらいいかなと思いますそれでは本日もありがとうございました